アイアンデュークはイギリス海軍の戦艦。アイアンデューク級戦艦の一番艦。艦名はワーテルローの戦いでナポレオンを破った初代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリーの愛称にちなむ。アイアンデュークは1912年1月12日にポーツマスで寄港された。1914年3月の収益後はジョージ・キャラハン帝徳の機関として本国艦隊に所属した。 1914年8月の第一次世界大戦開戦に伴いキャラハン提督はジョン・ジェリコー提督と交代する。本国艦隊は戦時編成で主力部隊としてドイツ大会艦隊に対抗した大艦隊と海峡艦隊に改編され、ジェリコー大将は8月4日付で新編成の大艦隊司令長官に任じられた。1916年5月31日に アイアンデュークは、第4戦艦戦隊第3戦艦隊の戦闘艦として、ユトランド沖海戦に参加し、戦艦部隊のほぼ中央を占いくらいしつつ、手砲90発を放ち、独戦艦 K2 比に命中弾7発を与えたほか、駆逐艦 S35 を撃沈する成果を挙げた。その後1916年12月、ジェリコ大将は海軍第一本部長に任命され、本艦は、 公認の大艦隊司令長官、デビッド・ビーティ提督の帰還となるが、帰還は間もなくクイーン・エリザベスへ変更された。戦後アイアン・デュークは地中海艦隊に配属され、ジョン・デロー・ベック提督の帰還となる。アイアン・デュークは1929年に退役するまで、地中海艦隊、大西洋艦隊での任務に従事した。その後は、第二次世界大戦が始まるまで、 訓練艦として使用され、第二次世界大戦の間はスカパフローで基地として使用された。1939年に攻撃を受け浸水、その後再浮用され大戦の終わりまで使用された。1946年にスクラップとして売却され、1948年にグラス号で解体された。アイアンデュークの船内事象はウィンチェスター大聖堂に展示されている。 アイアンデューク感情のジョージ5世とキャラハン特、ありがとうございます。